こんにちは、魂売却済みのアビタカと申します。いいご見知り今日。いやー、今回はね、ハズミホテルっていうか、ヘルマボスのグッズをね、購入したんですよ。詳しくちょっと説明すると、このシャークロボットっていうのがあるじゃないですか。シャークロボットっていう、その海外の通販サイトの方で、そのハズミホテルと、ヘルマボスの、その制作アニメ、アニメ制作会社っていうのかな、チームが、出展してるんですよね。要は何が言いたいかっていうと、ハズミホテルとヘルマボスの公式グッズがね、このシャークロボット取り扱ってるということで、もうこれをね、注文した結果ね、無事に届きました。海外のやつだからね、3週間かな。僕は3週間ぐらい届いたかな。多分だけど。3月ぐらいに申し込みして、で、4月のね、10日ぐらいで、ね、届きましたということで。いやー、で、関税とかかかった。本当にびっくりした。いや、そりゃそっか、みたいな。そりゃそっかだけど、びっくりしちゃった。送料だ、別に関税ともかかるんだよな、みたいなことで、驚きを、ね、隠せなかったんですけど。そんなわけで、ね、今回は、ハズミホテルとヘルマボス、ハズミホテルは、実はちょっと、まだね、グッズ自体がそんななくてね、シャークロボットの中で、ハズミホテルのグッズって、1割にも満たないぐらいだと思うんですよ。今んとこなんか、ハズミホテル系のやつと、なんかそういったバッグだったりのやつと、あと、エンジェルダストとアラスターのグッズが点々としてるぐらいで、実はほとんどヘルマボスで、今回購入したヘルマボスグッズがほとんどなんですけど、まあね、そんなわけでね、ぜひこれを開封してね、今回の購入したグッズ紹介および自慢をしたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、さっと開封準備をね、できたんでね、まずは。まあ、せっかく届いたものをね、確認するしかないでしょってことですごい楽しみにしてたんだよ。特にね、僕、エンジェルダストのプレイマットっていうかな、なんていうか、マット買ったんですよ。それがすごい楽しみで、ね。他にもなんかいろいろ入ってたら嬉しいなっていうか、まあ、それ購入したものしか入ってない。ああ、よしよし、いろいろ来てる、いろいろ来てる。帽子もね、購入したんですよ。そうそう。ヘルマボスのなんだけどさ。オッケーオッケー。おー、ヘルマボスのね、帽子もあるしで、これマットね、2つ買ったんですよ、2つ。お、2つ入ってた。おー、これ絶対エンジェルダストのやつじゃん。来ちゃう。あ、でかでか、エンジェルダスト。エンジェルダスト来ちゃう。で、しかも、はい。オジーとフィズのね、オジフィズテーテーなんだよなみたいな。ちょっとこれいろいろと語りたいんだけどさ、そうそうそう。あとは、帽子とかもあるし、あ、来てる来てる、アクリルスタンドからなんかもうそうだ、あ、T シャツもね、そうだよね、購入した。あ、おー、シャークロボットのあれだ。あ、待って待って、ちょっとシャークロボットのシールもくれた。ありがとうございます。これ何かどっかに貼っちゃおう。で、T シャツもね、来たというわけで、オッケー、無事にね、全部届いて、相当よかったけで、もう一回ちょっといろいろと準備して、一つずつ紹介していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあね、いろいろとちょっとね、今回購入したもん、確か3万円相当買った記憶があるんですよね。3万円相当なんだけど、その割には個数少ないですねって、皆さん思うじゃないですか。意外と、ね、一つ一つの値が張ってたんだよね。同人グッズレベルで結構一つ一つの金額高かったんですよ。だから、正直ね、これしか買えなかったっていうのはあった。いや、けどまあね、それはそれとして、まあそうなんだよ。通販サイト行った人は分かるかもしれないけど、意外と高いんですよ。高いっていうか、同人界隈だと普通なんだけど、企業と比べたら高いっていうようなね、絶妙なね、金額設定なんですよね。まあ、同人界隈に慣れてる皆さんからしたら、正直ね、その辺は別に大丈夫かなとは思うんですけど、まあね、ご購入の際はね、そう、意外と買いたいものがあると結構値が張ってて、あれやべって思ってね、いろんなものをなくなく削らなきゃいけないっていうことになると思うんで、ぜひそこはね、皆さんもね、購入の際はね、気をつけていただけたらなと思います。よし、じゃあね、まずね、この辺からいきますかね。これ、シャークロボットのね、シールです。まずね、これ。ピンナップルーダということでね、ルナのね、ピンナップっていうのってなんかそういったセクシー衣装ってことなのかな、ちょっとわかんないけど。今日ね、セクシー衣装ルナをね、購入しました。セクシールナ確かね、人間ってもあるんだけど、当然僕が買うのは、狼姿のルナに決まってるよな、みたいなセクシーすぎて、いろいろなね、セクシールナがいてめちゃくちゃ考えたんだけど、めっちゃ重宝した末に、購入しようって決意したのはこのルナでしたね、みたいな。だから他にもアクリルスタンドとかもあったんだよ、セクシールナとか。確かあったはず。もういろいろ悩んだ。他にもなんだったら普通にね、普通の健全なルナもあったんだよ。けど、どうしようかと思ったけど、健全なルナはね、ちょっとこっちに確保したから、今回はじゃあ、セクシールナで行こうってことで、ね、これ購入しました。で、続いてね、これチャズ。あ、これオスだよ。安心してくれ。そう、チャズはね、ちゃんとブリッツとね、オセックスしたらしいから。このね、チャズもね、セクシー。チャズさ、1話でね、死んじゃったの。1話だけでね、登場で死んじゃったの。本当にね、ショックだけど、どうやらね、公式の情報によると、チャズはシーズン3とかで、階層でよく出てくるみたいな噂があるらしい。ちょっとね、どんだけ本当かわかんないけど、そう、チャズね、出た時ね、セクシーだなと思ったんだよ。確かにピクシブとかで探してもね、ポイッとね、エロいがたまにあったりするんですね。まあ、ブリッツと追っ始めてるのが大体なんですけど。
大体ってもそもそもね、あの、母数が少ないから、なんとも言い難いけど、その中で、そう、チャズか、みたいな。チャズ確かにセクシーだったね。なぜチャズってね、あの、このプレイマットとかもあったんですよ。プレイマットもあって、正直チャズのプレイマットめちゃくちゃ欲しかったんだけど。いや、プレイマットはちょっと他のキャラにしてて、今回絶対エンジニアストのプレイマットが絶対欲しかったから、そう、それとこう肩を並べるのがチャズかっていうのはちょっとね、自分の中で違和感があったんで、で、結果悩んだ末にこのね、セクシーチャズのね、アクリルキーホルダーを購入することになりました。このね、チャズのね、部分は、まずセクシーっていうのもね、この、こんだけ体を露出させてるっていうのも、非常に、ね、ポイントが高いのですが、一番見てほしいのが、見てください。股間、ちょっともっこりしてそうじゃないみたいな。あの、僕、男性つか、オスの獣人で、セクシー衣装を着るときに股間がもっこりしてると、漏れなくお得な気分になれるんですね。で、チャズは、もしかしたらスリット型だから気のせいな、スリット型なのかわかんないけど、もしかしてこのちょっともっこりした感じって、そういうことなんじゃないかなってことで、僕このチャズのね、あの、もっこりのところに、すごいね、そういろんなね、セクシーチャズがあった中で、このチャズはね、もっこりしてるからお得だなって思って、このチャズを購入したっていう背景があります。いや、最高や。よし、続いてね、ここでね、いろいろなメインキャラクターたちのね、アクリルスタンドをね、購入したんですよ。まず、ストラスですね、ストラス。ストラスもね、めっちゃ悩んだんだよ。まず、ストラスはそもそもなんか悩んだ末に T シャツまで買っちゃったんだけど、これも後ほど紹介したいと思います。はい、というわけでね、ストラスのね、アクリルスタンドです。悩んだんだよね、ほんとに。確か、セクシーストラスもいるんだけど、キーホルダーの方だと。いや、ストラスはね、今後のヘルマボスの展開とかでも、うん、絶対ね、本当にメイン張るぐらいに、特にね、あの、ブリッツとのね、まあ、ストブリテーテーみたいなのもあるからさ、あれってなんて読むんだっけな、ストラスとブリッツのカップリングって、ストリッツだって、ストリッツだ、ストリッツ。ストリッツがね、テーテーってわけで、僕もね、結構今、ストリッツもね、イラストいいにしたりとか、ピクシブでね、ケンゼイラスト見たり、あとエロエをね、シコシコってしたりとかしてるんですけど、やっぱね、そんな中で、特にね、あの、シーズン2、いや、まあ、シーズン1の、7話、8話で、ストリッツのね、関係性とかについて、何か進展あるかなと思ったりしたんですけど、結局ないままシーズン2迎えちゃったし、シーズン1の崩壊でそんなのがあって、シーズン2で何か発展があるかと思ったら、そのさ、ストラスがさ、ストリンダーだっけ？ストリンダー？それポケモンじゃね？ちょっと今お酒も入ってね、若干ド忘れしちゃったんですけど、襲われるじゃないですか。天使のね、力が宿った武器で傷つけられて、で、入院するっていうお話になったと思うんですよ。ブリッツ何かあるかなと思って、その次の話楽しみにしてみたんですよ。何事もないように、なかったかのような感じで、クソどうでもよかったんだけど、僕だけど、ブリッツの妹の話になっちゃって、僕絶望したよね。ヘルマボスってマジで話の繋がりねえんだ、みたいな、あんまし。はずみホテルみたいなさ、一話一話で必ず話が繋がるってイメージがさ、はずみホテル見てる皆さんあるかもしれないですけど、ヘルマボスってね、本当に、良くも悪くも、単体での、そう、カートゥーン？海外アニメなんですよね、良くも悪くも。海外コメディアニメみたいな感じで、何が言いたいかっていうと、海外のアニメって、1話完結で基本終わって、引きずらないんですよ、話を。基本引きずらないっていう部分があって。けど、はずみホテルってじゃあ引きずってるじゃんと思うじゃん。そう。だから、はずみホテルめちゃくちゃハマったし、それでハマったね、方々はね、多いと思うんですけど、ヘルマボスってマジで引きずらないからさ。なかったことされてショックだったんだけど、それでもね、怪しいんだよ。そう。今後ヘルマボスが、なんか1話1話つながりが出てくるような構成になったら、絶対ね、ストリッツはね、定々ってなってくると思うんで、だからその中でね、やっぱストラスはね、やっぱこういったね、健全なアクリルスタンドをね、確保しなければいけないっていうね、僕のね、本能がそう叫んでいた。というわけでね、購入しました。ヘルマボス。でね、同じくね、アクリルスタンドのオクタリア。おいおい、これね、まあ、ご存知の方はね、いらっしゃると思うんですけど、ストラスのね、娘さんになりますね。ここの関係性仲いいんですけど、このね、てかね、ストラスとオクタリアが絡むね、話、まあ、2話分くらいしかなかったな。確か。オクテービアがね、オクテービアって呼ぶのかな？どっちだっけ？オクテービアがさ、メイン張った話で2つあって、シーズン1の2話ぐらいだったっけな。あと、シーズン2のどっかの話で、まあそこにルナと、オクテービアがメイン張ってたんですけど、彼女が絡む話は漏れなく神回つか、ハズビンホテルを感じる、ハズビンホテルで描いてるようなヒューマンドラマをこの子は再現つか表現できるんですよ。だからこのオクテービアが出てくると、漏れなくストラスとの絡みが出たりとかしたりで、ヒューマンドラマが発生して神回確定なんですよね、そう。だからね、オクテービアはね、そう、アクリルスタンドがある中で、こいつ欲しいなと思ったんですよ。で、いや今日、アクリルスタンドぶっちゃけ高かったからさ、本当ね、他の手段ねえかなと思ったんだよ。なかったっす。
オクテービアはこういったチャズたちみたいにセクシーアクリルキーホルダーなかったけど、そんなことあったらストラスがぶち切れちまうもんな。けどストラスはあるんだよ。ストラスはあるんだけど、オクテービアはセクシーイラストなかったんだ。オクテービアがあるのはせいぜいピクシブでエロいがね、たまにあるぐらいっていうことなんで。そう、じゃあ、オクテービアのためにアクリルスタンド買っちまうか。いや、めっちゃ悩んでんだ。幼少期オクテービアの、他のグッズがあったから、幼少期オクテービアで我慢しようかと思った時、いや、違うよな、みたいな。ちゃんと成長した方のオクテービアのグッズを把握してこそ、僕は、いろいろとね、心身とも落ち着けると思ったんで、僕はこれを購入しました。後悔は全くない。で、ストラスとオクテービアで、一緒に飾りたかったから、両方買いました。だから、この二人のセットがまだ何か欲しかったんだよ。なんか、二人共通で、なんか横に並びたいなと思って、なんか他にもなんか、でかい缶バッジとかもあるらしくて、それでなんか幼少期、オクテービアと若かりし頃のね、ストラスのさ、なんかそういったグッズとかもあったわけなんだけど、悩んだ末には、こうなりました。はぁーっていうね。T シャツがな、っていうか、成人ネットがあればよかったら、幼少期のオクテービアぐらいしかなかったけど、幼少期オクテービアが結構いい、ね、人気なのかなっていう、そういった部分があって、僕はこれを購入しました。で、次、IMP メンバーズのね、チームミーティング中のね、お話になりますね。まあ、この辺は、印象的にはシーズン1のパイロット版とかの、あとは1枠とかかな。その辺が結構印象的になるかなと思ったんだけど、そう、こんだけいろいろグッズを買って、ブリッツ、いや、O は発音しないぜ。だけ以降ね、ブリッツと言いますが、ブリッツのグッズ、買わないわけにはいかねえよなって、こんだけヘルバボスさ、買ってさ、ヘルバボスのグッズ買って、じゃあブリッツだけいいやって、おかしいと思って、だからね、なんかないかなと思って、で僕別にこの二人とかそこまで推しじゃないんですよ。ミリータしね。ミリータじゃあんま推しじゃないんですよ。ルナは好きだけど。獣だから。けど、それ、推しじゃないからと言って、やっぱ4人なんかいるの欲しいなと思って、だから T シャツとかも考えたんだよ、T シャツとかも。なんだけど、今回は費用的にもアクリルスタンド妥当かなみたいな感じで。で、このミーティングしてる時のね、笑顔もいいなと思って、T シャツちょっと買いすぎても多分ね、普段着できねえからさ。そしたらじゃあアクリルスタンドで家に飾る方がさ、一番ね、なんだろう、心身的満足ね、非常に勃起機能機かなって思ったんで、購入しました。いや、いいよね、みたいな。だから、こうやって IMP のね、雰囲気をね、出せるのは非常にいいなと思って、で、本当はね、僕、ブリッツのフィギュア買いたかったんだけど、なんか知んないけど、これらのグッズと、ブリッツのフィギュアは、なんか一緒に購入ができなくて、多分発送元が違うのかな。今回ゲルマンから来たんだけどさ、多分ドイツだっけ？ドイツから来たんだけど、多分ね、シャークロボットで通販してるグッズによっては、多分管理元の国とか、なんだろう、管理場所が違うから一緒に発送ができないとか、多分そういう都合があると思うんですよね。だから他にもエンジェルダストのコップとかも欲しかったんだけど、エンジェルダストのコップも一緒に購入できませんって言われて、ちょっとダメだったし、あとは他にポスター、ハズビンカントリーじゃなくて、ヘルバボスのポスターを購入したかったんですけど、ヘルバボスのポスターも一緒に購入ができなかったんで、だからそれもあって、いろいろ精査に精査を重ねた結果、3万円の予算でこんぐらい買ったっていう背景が実はあります。まあ今更語ったところで、どうのこうのもクソもないんだけど、どうせゆくゆく買うわ。また半年後ぐらいにボーナス入ったら買うわ。で、まあそういうわけで、だからその中でブリッツのグッズを買うんだったら、もうどうせだったらじゃあ全員揃えた方がいいよなってことで、ちょうどいいのがこのアクリルスタンドでしたっていうお話です。IMP ってさ、そう、僕最初さ、パイロット版と1話見て、IMP っていう、その4人、なんだ、IMP の仕事の話かと思ったんだよ、僕。なんか、はずめホテルって、まあ、なんか、ホテルのうんぬんかんぬんとか、そんなに描かれてなかったから、あそこ本当にはずめホテルってヒューマンドラマメインだったから、ちょっと違ったが。けどさ、僕ちょっとヘルバボスは IMP でのお仕事がメインかなと思って、実際シーズン1のね、最初の方って、IMP の仕事メインなお話だったんですよ。まあ、それもあって、なんか、まあ、良くも悪くも、海外アニメ、海外コメディアニメの雰囲気だなって、一番完結型なんだなって思ったんだけど、途中からヒューマンドラマ挟むことになったんですよね。てか、結構、後半からね、シーズン2とかもほぼほぼヒューマンドラマだったから、あんまし IMP としての仕事なかったんでね、4人でつるむことはあるけど、IMP の仕事はないっていうことで、ちょっと IMP シーズン2では活躍、なんだ、IMP っていう会社としての活躍はなかった。4人の活躍があっても IMP の活躍はなかったんで、シーズン3以降でね、IMP としての仕事がまたね、やりつつ、そこでヒューマンドラマ挟まったら、すごい嬉しいなって勝手にちょっと願望があるんですよね。その辺共感してくれる人がいたら、もし、いたら嬉しいんだけど、そう、シーズン1で IMP 活躍して、まあ一番完結型っていう露骨な感じだったんだけど、シーズン2はなんか、全然その、仕事してねえな、みたいな。うん、仕事はあんまなかった。あ、けど一応あったか。あれか。シーズン2もあったか。なんかブリッツの妹絡みの話で、確かあったよ。いや、なんか、そのメインではなくなってた。そう、なんかたまたま、こう、緩急はというかね、
ワンクッションみたいな、休息の話みたいな感じで、INP のね、お仕事が久しぶりに来たなぐらいな感じだったからね。そう、だからシーズン3ではそれとヒューマンドラマ絡んだね、構想になったらすげえ嬉しいなと、勝手に思っております。さっと、ではね、一旦エンジェルダスト挟む。というわけでね、むしろ、今回がそもそもメインで、そう、購入したいとか、そう、これのためだけにまずもうシャークロボットの、やり方、通販のやり方とかをしっかりとネットで調べまくった末に購入したんですよ。そう、これがメインです、これ。いや、もう最高かエンジェルダストマジで可愛すぎる。ハズミホテルのグッズは本当にね、全体の1割もないと思うんですけど、その中にある1割がこのね、エンジェルダストのね、プレイマットでございます。素材もプレイマットです。今後リレートリッカーとかやるときに、エンジェルダストのプレイマットは非常に出てくるかなと思いますが、いや、もう最高か、まずエンジェルダストこの笑顔が可愛すぎるし、おっぱいっていうか、まあ胸毛なんだけど、いや、てか、ここのポイントが高すぎる。なんか、ちょっともっこり見えねえかな。見えねえな。いや、このね、もっこりを隠してる感じ、多分、お尻のラインに沿って、アナルのね、部分を隠してるだろうっていうね、その感じが非常にそそられてしまうんではないかなっていう解説があるわけなんですけどね。穴は全て使用済みのエンジェルダストなんですよね。本当に。最高でございますね。これが本当欲しかった。本当はよく言えば、さっき言った通りや、エンジェルダストの、コップも欲しかったんだけど、それは残念ながら多分管理元がまた違うからか、同時購入はできなかったという悲しい背景がございます。いや、今日本当にこれが無事に届いてくれて嬉しい。うん、なんか、多少不備があってもこれだけ届けばもう満足って思ったから、そう、エンジェルダストのために僕は今回通販したのな、エンジェルダストな、みたいな。最高か。本当に。誰がどう見ても俺は負け犬けど悲しくなんてないさ、そう一人じゃない、うールーザベイビー最高なんだよな、マジでずっと聞いてんだけど、てかもうハズミホテルのスタントラ買った、当たり前だよな。もう毎日聞いてるよ、電車内とかで通勤するときに聞いたりとか、なんかタバコ吸うときにルーザベイビーとポイズンのコンビネーションを聞いたりして、あ、そうや、4月1日はエンジェルダスト誕生日おめでとう、おめでとう、4月1日はエンジェルダスト誕生日でした。公式のね、 YouTube チャンネルの方でポイズンの公式リミックスだね、リミックスも出たということで、めちゃくちゃテンション上がった方々はね、多かったんじゃないかなと思います。僕もその一人です。仕事中に昼になってかな、なんかどっかのタイミングでタバコ吸うかと思って、4月1日だからなんか公式もやってくれるんじゃないかなと思ったら、ポイズン、リミックスがね、ありました。最高か、ファーっていうね、感じで、そう、これが無事に届いてくれて嬉しかったなっていうお話です。さあ、じゃあね、残りちょびっとやっていきたいと思います。あー、どっちからかだろうな。いや、これ語ること多いから、これ最後にしとこう。こっち。まず、ストラス T シャツ、L サイズなんだけど、多分海外準拠だから、多分でかいこれ。多分ブカブカだ。困っちまった。僕ね、皆さんご存知で、あ、ちょっと見せるわ。ツイッターとかでちょっと自慢したりとかしたんだけど、実は僕アマゾンの方でエンジェルダストに T シャツ持ってるんですよ。そう。これほんと気に入ってる。ちょっとでかいかな。あれ、これちょっと L サイズ、XL か。こっちは日本サイズだったからね、まあ、ほどほどにね、ちょうどよかったんだけど、これね、アマゾンの公式グッズ。てか、よく考えたらアマゾンプライムとさ、その、ハズミホテルの、制作会社の方が、そういうね、提携というか、そういった、なんか、アマゾンが、関わってるから、それはアマプラじゃなくて、それアマゾンで売ってる T シャツね、そう、公式やろって。なんかちゃんと概要欄見たら、公式、アマゾンから直々に作ってる公式のグッズですって言われて、この、ハズミホテルのエンジェルダストの T シャツだけ持ってるんですけど、今回はさらに、ストラスっていうね、多分エンジェルダストの T シャツより大きいかもしんね、同じくらいかな。そう、T シャツもね、めちゃくちゃ悩んだんだよ。それこそ、INP のメンバーたちの T シャツとかもね、あったし、確かあったよな、ちょっと記憶違いだったら申し訳ないんだけど、オクテービアの幼き頃の、イラストの T シャツもあった。なんだったら、オジフィズテーテーの T シャツもあったんですよ。めっちゃ悩んだ。てか、なんだったら、オジとフィズの T シャツは、なんだったら一回、カートに入れた。本当に。悩んだ末に T シャツこんだけあっても、外で着れるかってことで悩んだ末にストラスはギリ外でも着れそうと思って、こっちのね、オジフィズはね、残念ながら、結局じゃあプレイマットでいいやってことでプレイマットにしたんだけど、これですね、ストラス。ストラスのね、この雰囲気だったらさ、正直外で着てもさ、大してバレねえよな、みたいな。多分、あ、なんかのキャラクターかなみたいな。わかる感じだよねみたいな。なんかのキャラクターとしてさせてくれるかもしんないっていう。そんぐらい健全な服装してるけど、結構このね、ストラスのかっこいい姿、この笑顔な感じが欲しくて、ついついね、購入しちゃったっていうのがあります。いやー、嬉しいな。これとかもさ、それグッズであったんだよ、これ。これの、スケッチブックだっけな。スケッチブックと、あとノート。
あったんだけど、それも購入しようがめちゃくちゃ悩んだけど、今回は費用を抑えるために妥協しました。いや、このね、健全なね、ストラス。まあ、ストラス、健全だよな、多分。いや、シーズン2はね、ほんと、シーズン2めちゃくちゃね、面白いんだよな、ほんとに。僕、シーズン2はね、弾みホテル味を感じたんだよ、ほんとに。だから、ヒューマンドラマが多くなった、シーズン1と比べて。シーズン1の7話からヒューマンドラマが多くなった感じかな。うん。で、今僕、この動画を撮ってる時はシーズン2の7話まで公開されてるんですけど、結構ヒューマンドラマ全体的に多めになってきて、で、特にね、6話と7話、シーズン2の6話と7話は、弾みホテルを感じるっていうか、ヘルバボスの中ではかなり珍しいね、構想になったんですよ。まあ、それはね、ちょっとこの後こっちで語ろうかと思うんですけど、まあ、だからね、ストラスもね、今後あると思うんだよ。なんかそういった1話完結じゃなくて、つながりが出てくることになったら、ブリッツとストラスのね、ストリスは今後成り立つと思うんですよ。どんどんね、発展していくと思うんですよ。今またその過去の掘り下げとかでとどまってたり、お互いのそれぞれなんか思惑のすれ違いとかでとどまってますが、少しずつね、何か進展があるんじゃないかなって、僕はそこを楽しみにしてるんですね。だからその思いも込めて、ストラスの今後の活躍に乞うご期待ということは、ストラスの T シャツを買いましたっていうね、そういった話になります。共感してくれる方がいらっしゃったら嬉しいです。そしてヘルバボスの帽子、これはね、IMP の落書きで書いてるっていうことでね、これだったらヘルバボス味がありつつも、これ外でつけれるよなって、つけれるっすか、そうだよねみたいな、かぶれるよなと思って、帽子をね、そういろいろとね、悩んだ末にこれを購入しました。他にもなんかいろんなさ、ストラスの顔っつうか目元モチーフの帽子とかさ、このオジフィスたちの目元ベースとかルナとかもあったような気がするけど、そういったね、目元の部分をモチーフにした帽子とかニット帽もあったんだけど、ヘルバボス、これだったらね、このメーカーって何、ヘルバボスっていうので成り立つかもしんない。分かる人には分かるけど、分からない人にはヘルバボスっていうメーカーなんだなっていうね。そう、それでね、外でこれを被ってもバレへんみたいな。ちょっときつかったからね、これだね。ストッパーは僕、これが限界だしたね。うん。けどね、なんとか被れるんで嬉しかったです。自分のね、頭がね、でかすぎなくてよかったなと思ったりしてます。というわけでね、特にこれね、5月5日に、弾みホテルヘルバボスとかの、オンリーイベントあるんですか、スパコミがあるんですね。スパコミで、弾みホテルでヘルバボスの島があるんで、僕、それはでも絶対これ被っていくから、よろしく頼みますみたいな。誰に言ってんだ、これ、ふざけんな。はい、じゃあ最後はね、オジとフィズのやつ。いや、これも絶対欲しいなと思ったんで、オジとフィズ。で、なんだったらオジとフィズの、アクリルスタンドがあればなと思って、オジはあったんだよ。フィズがなかった。こいつらね、横にいて欲しいなって思って、どうするかって考えた結果、T シャツを最初考えて、T シャツ2着をとは思って、プレイマットだと思って、プレイマットもエンジェルダストとかぶったけど、どうしようかなと思ったけど、なんかもういいやと思って、もうなんか使い道あるだろうと思って、オジとフィズのね、グッズを購入しました。いや、これはね、オジフィズはね、人気があるとね、僕は思ってます。いや、これはね、公式で押してるもんね。押してるよな、多分。ごめん、僕の勝手にザレ事だったら申し訳ないんだけど、オジとフィズは何がいいかって、まずさっきのね、話の構想で出るんですけど、ヘルバボスって基本1話完結、なんか海外のコメディアニメな感じで、ちゃんと1話完結、その前の話とかは引きずらずに、なんか新しい話が出るっていうのは出ると思うんですけど、だから関係性の進展とかってめったにないんですね、ヘルバボスって。オジフィズはあったんだな、それ。オジフィズっていうか、最近ブリッツも関わってくるんだけど、6話でブリッツの関係性が注目されて、で和解して、でその結果何が起きるかって言ったら、そのね、関係性がね、ちゃんと発展してたんですよ。オジじゃない、フィズとブリッツの関係性がちゃんと、ね、反映されてて、影響が受けてて、7話の時にちゃんとここらの絡みがあったんですよ。ちゃんとフィズとブリッツが和解して、その上でいろいろとボディーガードをね、ブリッツにオジが頼むわけですよ。とかそういった関わりもあったりとかしてて、仲良くなってたんですね。あ、ヘルバボス話が繋がったって、僕そこでびっくりしちゃった。一話完結で、てっきりなんかね、フィズとブリッツが関わって、なんか和解して、あ、よかったみたいな、けどこれもな、きっと次の話からなんかまた別の話になるんだろうなって思ったら、繋がったんですよ。繋がってて、あの時の和解が繋がって、ちゃんと生かされてるっていうのはびっくりした。なんかブリッツもなんか気持ち的にフィズとの関わりで笑顔が増えてきたし、フィズもね、ブリッツとの関わりで笑顔があったし、超嬉しかったですって感じなんですよ。なんでかっていうと、シーズン1の、7話だったっけな、確か7話で、割りかしちょっと険悪な感じだったかな、確か。なんだけど、
仲良くなった。でちなみにそのシーズン1の7話の方でストラスともちょっといろいろと、なんだろう、てかこの4人がね、この4人がちょっとね関係性があったんですけど、 その時はシーズン1の、7話では関係性そんな良くなかったんですよ、この4人では。なんだけど、少なくとここは仲良くなった。あ、てか、なんだったら、シーズン2の6話でストラスとオジーも割りかし仲良くなった気がする。じゃ関係性発展してるってことで、だから、あ、ヘルバボス来たな、これって思ったのが、そのシーズン6と7。だから、そのね、そのシーズン6と7をメインで飾ってくれた、この、オジフィズは、ぜひともね、手元に置いておきたいと思ってグッズを購入したわけなんです。同時に、そういった感じでヘルバボスの構想が変わった。変わったのか分からないけど、こういう構想をするんだっていうことに気づけたことによって、だからストラスとブリッツの、今後の発展とかが話がつながる形でいろいろとこう関係性の進展っていうのが描かれるんじゃないかなと思って、すごい楽しみにしてるっていうのもいろいろあったりしてますっていう、以上そんな感じでした。ちょっと、語りすぎて、なんか10分くらいで終わらせようと思ったり、クソほど時間かかった。じゃあちょっとまとめに入ります。はい、ではね、本当に10分くらいで動画を終わらせようと思ったんです。すいません、自慢するだけかと思ったら、結局なんかアニメ感想会も兼ねちゃって、暴走しすぎてしまって大変申し訳ございませんでした。とりあえずなんかそんぐらいで、ね、今弾み掘ってヘルバボスにねハマってるってことがね伝わってくれたら嬉しいなとは思っております。と同時にね、シャークロボットですね、ここのシャークロボットってサイトで、こういったグッズは購入できる、公式グッズが購入できるんで、ぜひ皆さんもね、興味がありました、今のところヘルバボスが9割以上占めてるんですけど、特にヘルバボスご視聴の方がいらっしゃいましたね、そのシャークロボットのサイトで、ヘルバボスのグッズとか購入してみてはいかがでしょうか。今後ね、きっとだけど、僕の願望的にね、直感的な憶測なんだけど、ハズミホテルのグッズもね、どんどんね、今が暑いからさ、ハズミホテルもきっとグッズ増えてくると思うんですよ。で今のうちにね、シャークロボットで購入する方法、海外通販のやり方とかで学んでおいて、スタートダッシュにね、遅れないようにしとくのもね、ありかなと思いますんで、ぜひね、皆さんもグッズ購入してみてはいかがでしょうか。それでは、今回はね、この長々としてしまって申し訳なかったですがね、このアビタカのね、自慢話、ザレ言、感想みたいな、本当に全体当時ザレ言だったんですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録やね、高評価、ぜひね、よろしくお願いします。また次回の、弾みホテルかヘルバボス関連の動画がね、もし僕が投稿したら、その時視聴してくれたら嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回。穴はすべて使用済み。